けど、こんな大物なかなか普通じゃ正面からぶつかっても倒せないし、ここで火で溶かしちゃえば、あれ僕が世界愛されキャラクターランキングが1位上がる。トゥルーラブで火つけてみようかな。マキ、オラフさん火つけたらまずいって。ここはまさか東京ディズニーラン、違うな、日光大江戸、違うな、なんだここ、どこ、ここはアナと雪の女王の完全再現なんだあんなわけない、ほんとだ。マイキーさ、アナと雪の女王大好きだよね。大好き、出たかった、憧れ、好きな、マイキーが、そう、長いものには巻かれるんじゃなくて普通に好きな映画だった。好きだよね、面白いね、僕も大好き。コビ売ってるわけないです、ほんとです。僕コビ基本売らないの知ってるでしょ、全員なら。僕はコビ売らないの、我が一番だと思ってる金だから。だけどほんとにアナと雪の女王好き、見に行こうよ。よし、じゃあマイキー、今日は全力で楽しもうか。何があるんだろう、この上とか。ここはあれだよね、アナとエルサが住んでた実家だよね、アナとエルサの実家。あ、すっげえや、お城入ってるんだね。アナとエルサの実家に行こう。よし、わあ、すっげえや、ヒロすっげえ、すごいよ電気、これはすごい、レリゴーって感じだね、これはマジで。レリゴー、雪だるま作ろうって感じだよね。あとなんだろう、あと知ってる、トゥルルトゥルルトゥルトゥルーラブか、これが。エルサの家、部屋行こうよ。どこ？上にあるはずだから、上に上がる道を探そう。ここあったあったあった、あー、ほんとだ、あったあったあった。行きましょう。どこだろうな、エルサの部屋。ここは、あ、ここアナの部屋、アナの部屋じゃん女の子の部屋だなーに、マイキーなーに、ここがアナの部屋か、景色いいな。マイキー2階行こう、エルサの部屋を探しに行きましょう。いやでもすごいな、エルサの部屋どこだ。もっと上じゃない、これもっと上かな。エルサ多分魔法が使えるせいで家にこもってたから上の方に住んでるんだと思う。わ、あった、やっぱエルサの部屋発見、ヤッホー。女の子の部屋だなーに、マイキー、さっきからお姫様の部屋すごいな、実際。わお、素敵なベッド。いやいいね、雰囲気がいいわ、素晴らしい、すごいな。せっかくだからお城行こうよ、エルサのお城行きましょう。はい、ということで、アナ雪のね、エルサのお城に到着しました。そして僕はオラフのスキンになっています。というのもね、マイキーに軽くドッキリをね仕掛けていきたいなと思ってます。このオラフスキンでマイキーをね驚かせたらどうなるのかなっていうのをやっていきたいと思います。そして、まあ、僕のねネームプレートマイキーに見えないようになってるので、多分マイキー気づかないと思うのでやっていきましょう。じゃあ僕はちょっとここら辺で隠れてますので。すっげー、全然まだ来ないよ、どこにいんの。僕もうちょっと時間かかる。どんちゃん、城の上登るよ。うん、僕ね、すっげー、はぁ、すごい。マキ、あ、僕も城の中いるや。どう、この城すごくない。すごいや、綺麗、洒落てる、すごいや。うお、滑る滑る、俺の後ろだ。マキ、その上上がるとエルサがね、いたところにたどり着くんだけどね、そこに僕がいるから。来ます、結構急だよ、こんなの毎日登ってたらエルサ足太くなっちゃう、筋肉質。やばい、じゃあ来た方がいい。なに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 、オラフさんがいる。オラフさん知らないの。知ってるよ、世界的キャラクターだよ、震えちゃうよ。マキ、オラフ好きなんだ。好き、だってレリゴ最高っすよ。話しかける、生きてんのかな。オラフさん、くっちゃっす、アナ雪参加見たっす、自分くっちゃっす、あれこちゃす、ギュッて抱きしめていいですか。あれ、もう3回見たんすよ、すごいな、こんなとこでお会いできるなんて、マキ尊敬します。マキ何やってんの。いや、コビ売ってる、僕はコビ売らないの、我が一番だと思ってる亀だから。気に入られたなと思って。オラフさん、僕ディズニー映画出てみたいんですよ、お願いします。目を合わせてくんないよ、このオラフさん、お願いします。マジ好きで、ずっとオラフさんに憧れてるんですよ、僕ずっと好きで。いや、すごいな、こんなとこでお会いできるなんて、ずっと憧れてて会ってみたかったんですよ。わあ、いい匂いするいい匂い、匂いしますね、はい、ココナッツのいい匂いします。素敵な花だ、鼻が高いっすね、オラフさん最高っすすいません、よし、記念撮影いいっすか。すいません、スクショ撮らせてもらいます。え、いいな、僕もオラフと喋りたいんだけど。いやー、待ち受けにしよう、あー、すげー、今 F5 で撮ってる。あー、もうバンボ立ちっす、あー、じゃあ最高っす。電池も早く来なよ、オラフさんと喋る機会ないよ。え、このオラフさんなんか無視するんだけど。何を。俺のこと。なんで。わからん。え、それかワンチャン多分ログアウトしてんのかもしんない、火つけていいかな。え、やばいか、マッキーやめときなよ、オラフさんに喧嘩ったらやばいよ、マッキー。けどこんな大物なかなか普通じゃ正面からぶつかっても倒せないし、うん、ここで火で溶かしちゃえば、あれ僕が世界愛されキャラクターランキングが1位上がる。マッキー、やめときなよ。トゥルーラブで火つけてみようかな。マッキー、オラフさん火つけたらまずいって、溶けちゃうよ、じゃあオラフさん。溶かすんだよ、世界ランキング上げるから。なんでよ
あ、マイッキー成功、やり方成功マイッキー。あー、自分も燃えちゃった。ちょっとやつ。え、いいな、僕も早くオラフさんに会いたいよ。今日も全日ね、この城ね、うん、すごいっすよ、景色がすげえんだ。あー、空気も綺麗だ。あー、ちょっと待ってるから早く来てね。オッケー、もうすぐ着く。よし、今マイクオフにしました。なんかマイッキーがあの世界的人気キャラクターオラフを燃やしてきました。なのでね、僕もちょっとマイッキーにね、お仕置きをしないといけないなと思います。ってことで、実はね、僕がね、用意していたものがあって、このクリーパーのスポーンエッグはね、クリーパーの見た目がオラフになってるので、オラフのふりをしてね、クリーパーをマイッキーに召喚してみたいと思います。見ればわかるんですけど、ほら、オラフの見た目になってるんです。僕とこうやってこのクリーパー偽オラフをね、入れ替えてマキがどう反応するのか、ここで見ていきます。あ、マキ、たどり着いた。僕、早くしてよ、もう一人で飽きたよ。すっげえよマジこの城。迎えに来てよマキ。何、あ、まだ生きてる、気付けちゃう。マキどうしたの？突きつかれてやられたオラフさんに。何が？多分世界ランキング取りに来てるわ。殺された。オラフさんが殺すわけないじゃんマッキー。今ムカついた。もう一回だけ挑戦していい？何を？もう一回オラフさんに挑戦。いいけど、何を挑戦するのマッキー？オラフさん二人いる。あ、避けていく。はい、余裕。はい、オラフ一気。まだいる。マッキー何やってんの？オラフさんと戦ってる。おー、危ねえ。あ、けど勝った。ルルルルッてる。レベル上がったわ。何か世界愛されキャラクターランキングが1位上がったわ。オラフさんを成敗した。オラフさんを成敗しちゃダメでしょマイッキー。ところで全員ちゃんどこにいんの？無駄に1回死んじゃった。マイッキー、オラフさんに攻撃しちゃダメでしょマイッキー。攻撃ってかもう倒した、余裕でした。突きつかれて1回やられただけだから、僕が圧倒的な力を持ったのだ。この城も僕のもの。素晴らしい。僕は最強なのかもしれない。マイッキー、僕もうそろそろ着くんだけど。オラフさんしぶといなこいつ。ん？じゃあ、何？オラフさんがいっぱいいる。オッケーオッケー。なんだこの。マッキー、僕いるよもう。おお、マッキー。え？じゃあオラフさんなんか攻撃力高い。マッキー、大丈夫大丈夫。大丈夫？レディゴーできる？レディどこにいんの？早くよ。いた。よし、二人いる。よし、一人。レディゴー。やばい。レディゴー。レディゴー。トゥルーラブ。レディゴー。レディゴー。待ってよ。レディゴー。これいつものじゃん。レディゴー。よくやったよくやった僕のオラフたち。ちなみにこれドッキリでした。一生はもう。ちょ待って待って。どうしたの。おお。あれ出る。オラフ。リョウ。オラフ見た目可愛いからいいけど。リョウ。マイキー、これが本物のレディゴーだよ。ありのままにガールマイキー。待って、それ映画で聞いたことあるけど。待ってよ。ありのままの。ねチュルーラブだよマイッキー。リョウがディズニー映画じゃないよこれ。なんかアクション映画って。マイッキー、でもオラフとたくさん会いたいでしょマイッキー。スーパーサンドラフと会いたいのは女子高生とか、うん、やらないの？女子高生とかオラフ会いたいけど、僕こんなオラフさんに会いたいかって言われたら、やらない後悔よりもやる後悔の方がいいでしょう。オラフさんの名言だよマイッキー、覚えときな。待ってよ。でも僕には止めることができないんだマイッキー、ごめんよ。ありのままに楽しんでくねこのワールドマイッキー。あー待って、マッキー僕のことくっ、ね、あ、待って、まずい。あー待って、オラフの反乱だ。僕がオラフなのに。あー、やりますね。いやうわー、僕の目に湧いてくるから全員ちょっと行こう。逃げろ。いや、多い。エルさんに助けてもらうぞ。ちょっとやめろ。パッパーリさ、助けてエルサ、助けてくれアナ、エルサ僕溶けちゃう。あはマッキー、ギブアップ。あはははバカいける。待ってねマッキー、これマッキー、どうやって止めるんだこれ。2階のコマンドブラックを破壊してくれ。また止まった、完璧だ。あれ、コマンドブラック破壊し、どれ置いて、起動スイッチ。おお。ねえマイキー、僕にしたいでしょもう。やった。わあ、ねえ、ちょっと待って。うわあ、逃げられちゃって。ねえ、これ多すぎだって。わあは。ってことでマイキー、今日はこんなもんかな。バイバイ。バイバイ。女の子の部屋。なあにマイキー、亀のくせに。まあいいでしょう。こういうの大好きだ。見に行こう。うん。じゃあ見に行こうマイキー。どこにも出口のない日々だよ、人気。ははは、マッキー映画見てるね。レディゴー、レディゴー、どう？じゃ、参るー、ヤッホー。レディゴーだよ、今日は。燃やしてるから、今。完全に。マイッキー。勝利の復帰。今日も全日ね、この城をね、
すごいぞ、景色がすげえんだ。